はい、あなたのために奏でます。はい、ビヨーンズの小林乃香です。はい、始まりました。今回はですね、ビヨーンズ2021スプリングのグッズをご紹介したいと思うんですけれども、こちら2月22日に発売開始となります。イエーイ。はい、でまず最初にですね、紹介するのはこちらの T シャツです。でれー、見てください、このみんなのシルエットがね、メンバーカラーであるんですけど、あ、気づきました、これシーズニングスって書いてある。そうなんですよ、はい、私、小林ほのかと平美宇ちゃんと里吉歌乃ちゃんの3人の名前がね、シーズニングスと決まったということで、このようにね、地下鉄、雨の森川海、そしてシーズニングスと、シーズニングスとね、こう3つ並んでおります。早速、着ていきたいと思います。はい、ということで、着替えられました。どうですか、このチャイハネ衣装ね、販売してるんですけど、この上に着るのも今ありだなって思いました。でね、こちら今私が着てるのは L サイズなんですけども、 L サイズだとこんな感じで、お洋服の上からも着れるかなって感じですね。サイズは M サイズ、L サイズ、XL サイズとありますので、好みに合わせて選んでいただけたらなと思います。はい、ということで私は天に召されます。バタバタバタ。皆さんこんにちは。あなたにユハッピーを届けたい、アレッチです。かっこ山崎ユハネということですね。続いての商品はこちら。見えますかね、見えますかね、皆さん大丈夫ですか。はい、こちらですね、かわいいですね。こちらはビヨンズ学校総合的な学習の時間編で平井美桜ちゃんが提案したアイテムがなんと実現しました。早速つけちゃいましょうか。私は今ちょっとイヤリングをつけているので外しますね。いきます。あ、ここいらないね。どっちにしようかな。こっちの B をこっちにつけます。続いてこちら。はい、皆さんつけ終わりました。このような感じになって、あれ、はい、こんな感じになっております。あれ、逆かな、バレ同期だね。はい、皆さんこんな感じに、あれ一生向いてないね。まあいいや、まあこんな感じに、あ、前に行かないと分かんないんだ。こんな感じになってます。皆さん見えますでしょうか。とっても可愛い。そして続いてこちら、どう、見えてる？見えてるよ。お、よかった。いや、こんな感じで本当に可愛いので、平井美桜ちゃんがね、作ってくれたので、皆さんもぜひたくさんつけてみてください。はい、まーす。どうも、くるくるくるみんくるみんです。続いては私、高瀬くるみがグッズを紹介したいなと思います。紹介するのはこちら、てってねーん、ソロ缶バッジ2個セットです。あ、ピントがあった。メンバーのビジュアル、そしてシルエットの、この2つの缶バッジのセットになっております。12種類今私の手元にあるんですけれども、ちょっとね、見せられないのがあれなんですけど、後ろを向けて置いてあります。これを神経衰弱みたいにして遊ぼうかなと思います。はい、ということで、じゃあまずはこちら、平井美桜ちゃんのシルエットですね。揃うかな、これかな。おっと、残念、島倉梨花ちゃんのシルエットでした。チュンチュン、残念。じゃあ続いてこれ、お、またシルエットだ。キヨの桃姫ちゃんのシルエットです。なかなかね、実写版が出てこない。じゃあこれかな。わ、西田しおりちゃんの実写版の顔ですね。実写版違うな。そろそろ当てたいんだよね。そんな見にくいの？あのね、顔のやつはよく見ないとわからない。だからこの遊び方本当にできるよ、皆さん。全部揃えてぜひやってみてほしいなと思います。じゃあね、これ、お、一応カレーナちゃんの顔が出ました。実写版出ました。じゃあ続いてこれはもう簡単、これだ。はい、シルエット揃いました。ということで、じゃあ全部揃った一応カレーナちゃんにバトンタッチ。はい、ということで、あなたの後ろに、あ、待って、あなたの後ろに到着しました、一応カです。後ろ今振り返ってみてください。一岡がいます。はい、
ということでですね、私一岡がご紹介するのはこちらです。ビヨンズ DVD マガジンボリューム4ということでですね、こちらはみんなでですね古民家に行ったんですよ。そして合宿をしましたっていう様子が映っているんですが、合宿って言っても料理を作ってみたりとかっていうシーンがねあるんですが、やはりメンバーの素の部分を見れるっていうのが一番の魅力かなと思いますね。なんかすごい幸せだったんですよ。で今回はですね、普段のビヨンズのこうわちゃわちゃ感っていうのをすごくこう楽しんでいただける、そんな一つになっているんじゃないかなと思います。そしてですね、この私が見ているこちらの今後ろですね、後ろに書いてあることを読みますと、この DVD マガジンボリューム4はお昼ご飯まで、その後の様子はボリューム5に収録されています。皆様4以降もございますイエイ。4もまあもちろん見ていただきたいんですが、その後も楽しみにしていただきたいなと。私はですねこの時おうどんを作りました。溶き卵を作れたこととても嬉しく思っております。溶き卵卵を溶いたんですよ。溶き卵にして西田しおりちゃんと食べたんだけど、溶き卵うどんみたいにしたってことだよね。そうおうどん、そう、それが言いたかった。さすがくるみ、普段やったことあります？溶き卵を溶くっていう作業、なんかなかなか結構難しいんですよ。ちゃんと、まあ、全部真っ黄色になるまで、なんていうの、白身の部分が残らないようにっていうところまで私は初めてやったみたいですけど、結構うまくできたので、そこを楽しみに見ていただきたいなと思いますし、寝ているメンバーもいらっしゃるので、そちらの方もね、見ていただきたいなと思います。ということで今後も、こんな個性豊かな12人のビヨンズよろしくお願いいたします。ということで私たちチャンネル登録者数100万人を目指しております、はい、ということでですね、あなたのワンポチッとがとても大切になってきております。なのでぜひチャンネル登録そして高評価お待ちしています。ということでまたのご乗車お待ちしております。おー